でも、もうその時から道夫先生はこういう時代が来るってことを言ってましたからね。30年、その時にもうすでに、そんなふうに、今から30年後には、いろんな気候変動であったりとか、病気であったりとか出てくるから、その時に備えてっていうんではないけれども、今から用意をしないといけないよっていうことをよくおっしゃってた。やっぱり本気にしない。怒ってないことは誰も痛くないからね。だから、みんなこういうふうにその、こういう話を聞いてくれるのも、やっぱり子供さんのアレルギーであったり、自分のアレルギーであったり、それから病気になっているとか、いろんなことがあるから聞いてくれるんですね。ですから、本当はその、になる前にするのが一番効果が上がるんです。あるいは、なり始めの時にやるのが一番効果が見られます。んじゃあ、手遅れなのかっていうと、手遅れっていうのはないんですね。気がついた時に変えていくことが一番大事です。そこで変えなかったらもう変わらない。気がつくっていうことは気持ちの気、いわゆる気ですよね。気がついたっていうことがすでにあなたのヒーリングの一歩なわけ。だ今回こういうところに来てくれたことがそのヒーリングの一歩なんですよね。私があなたを治すわけじゃないんです。あなたが望んでるんです。あなたはだからそれを自分のものにできます。私はそれをナビゲートするだけです。私は皆さんに自分がやったことをお伝えすることで、みんながそれを繰り返してやってくれることで、初めてそれが起こるわけですよね。それをあなたが起こすことができる。みんながそれぞれその力を持ってるんです。それをね、誰かに頼ろう。先生に頼ろう。あの人に助けてもらおうと思っている間は、これは起こらないんです。信じることではないんです。信じるっていうことは、それを行動に移すことです。行動に移して初めて自分のものになる。だから自分のものにしてください。